はい、どうも、池田です。今回はね、サムネとタイトルにあるように、まさかの、これね、僕の自作ワーム。今までね、自分で作って自分でバスって遊んでたこの自作ワームが、なんとこの度販売することになりました。噛みかけました。はい。びっくりですよ。自分が一番びっくりします。はい。っていうのも、僕自身ね、こういう自作ワームっていうか、昔からね、こう虫系ワーム作るのが大好きで、多分これを作り始めたのがね、中学1年か小学校6年ぐらいの頃やと思います。小学校6年かな？小学校でしたね、多分。で、その頃って虫チューンがちょっと流行り始めた頃。まあ、虫チューンって多分ね、こうラバーを刺して虫チューンをやり始めた、流行らせ始めたのが、相葉純一さんっていう人でね、バスプロで、虫パターンといえばその人かなみたいな、その頃あったんですよ。で、その人は、虫チューンっていうのをやり始めて、で、ティムコからね、昔、虫チューンキットっていうね、オレンジ色の箱にラバーが入って、で、ラバーをワームに通すね、器具が入ってっていうのが発売されて、で、それをね、僕は、多分それ発売する前かな、にラバーを買って、で、その頃、小学校やったんで、裁縫道具に糸通しみたいなのあるんですよ。で、それで、ワームにね、ラバーを刺して作ってました。で、虫チューンキットが販売されて、もちろんそれも購入して、未だにそのケース使ってます。はい。その糸通しはね、さすがにちょっと切れてしまいましたけど、っていうね、ちょっと話脱線しましたけど、で、そっからずっと作ってて、で、やっぱこう作っていくうちに、昔はね、その、塩入りの結構高比重の芋グラブとかにラバーを刺してもよく釣れたんですけど、やっぱこう時代がね、流れていくにつれて、バスって賢くなってきて、高比重にラバーを刺すものも、未だに別に釣れるのは釣れるんですけど、サイドフィッシングで使うときは、やっぱりふわっとしてほしいとかね、そういうちょっとこう、自分の願望がこう出てくるじゃないですか。っていうのがあって、いろんなワーム作っていくうちに、このワームめちゃくちゃいいなっていうのが見つかって、で、それが、以前にね、自作ワームの作り方っていう動画をね、出させてもらったことあるんですけど、その時に紹介したダイワの、ハイドロショットやったかな。ハイドロショットっていうワームがあったんですよ。それの4インチを、ちぎってというか切って、で、それにラバーを刺して使ってたのが、この自作ワームの始まりで、で、それもちょっとね、今回持ってきてるんですけど、これですね。これがハイドロショットってやつです。で、ボディがね、こう、ほんまは色違いますけど、こうあるんですよ。で、それをちょっとこう頭の方をちぎって、ケツの方をちぎって、2つ作ってね、こうやってたんですよ。で、このアームがね、もう結構前に廃盤になってしまったんですよね。その動画を出した頃に多分廃盤になってたんですよ。で、ストックあるんやけど、ちょっと塩の量がもうちょっとこう自分でこだわりたいなとか思ってて、いろんなこう知り合いの人とかにね、話してたんですよ。これもうちょっとこうであればとか、そうやって言ってたら、なんとね、知り合いの人に作ってもらえるということになって、で、作ってもらってたんですよ。で、作ってもらって、実はね、こっそり遊んでたんですよ。動画とかも特にね、出さずにというか、動画では使わずに、一昨年とかぐらいかな、作ってて、遊んでて。で、めっちゃベストなこう塩の量を見つけて、で、これやってなった時に、いや、待てよと。ラバーこだわりたいなと。で、今まではラバーは、ガマカツから発売してる、0.9 ミリフラットタイプのシリコンラバーを使ってました。こう、過去にもね、いろんなラバーを使ってきたんですけど、結局それのラバーが一番いいなとなって、で、そのラバーで使い続けてたんですけど、どうせ自分で作るならラバー作りたいなと。やっぱこのこだわりがあったんでね。で、ラバー作りたいなってなって、めちゃくちゃ、わがまま言うて、ラバーまで特注で作ってもらいました。はい。で、ラバー特注で作ってもらったんですけど、このね、ラバーが、むちゃくちゃいいんですよ。ほぼ正方形のラバーで、今まではフラットタイプなんで、もちろん扁平なんですよね。扁平やから、こう、扁平の分が水を押す分には強いかもしれへんけど、やっぱこう、なんていうのかな、刺す方向によっては、平らな部分が水を押す方向になったりするじゃないですか。で、その時はこう、多分水が弱いやろうし、やっぱ動き的には、若干弱いというか、今まではそのラバーが一番強かったんですけど、これを作ったことによって、むちゃくちゃラバーの水押しが強くなりました。はい。で、アクション見てもらえたと思うんですけど、あんな感じでね、ワッキーの集合体ですよ、もはや。っていう感じで、で、ピリピリもね、すごい力強くなって、水押しがね、アップしました。で、これに関してはね、こういう K のワーム、
まあ、ラバーを刺したワームとかって、いろいろ多分ね、人によって意見は違うと思うんですけど、僕はね、ちょっと気づいたことがあって、旧小池、僕が大好きな旧小池は、毛で水を押してバスを誘うタイプ。で、サイコロラバーね、去年はよく使ったサイコロラバーに関しては、毛じゃなくて、あれは面で水を押して、バスに気づかして、ラバーの不んわり感で、バスに口を使わす。で、そこでちょっと結構違いが出てくるんですよ。毛で誘うものと、ボディの面で誘うものと。で、これの反応って意外と違うくて、早春とか春先のタイミング、まあ、時期で言うと2月の半ばぐらいから4月の半ばぐらいまでのこの2ヶ月間ぐらいはサイコロラバーすごい反応いいんですよ。でも、それを過ぎると、なぜかね、サイコロラバーちょっと反応悪くなるんですよ。使ってて思ったんですけど、いろんなフィールドで使ってると、もちろんずっとサイコロラバーに反応するフィールドあります。ただ、反応悪くなるフィールドがすごい多くて。で、そうなると、小池が強くなるんですよ。で、小池、結構ね、フェース4期はちょっと小池あんまり良くなくて、測れるんですよね。エラストマス素材なんでちょっと測りやすいという点があって、まあ、測れるんですけど、で、そこからちょっとこう、季節が進むと、アフターになってくると、小池がやたら好きになる。で、小池好きになるんですよ。では、このジャグワームも、どっちかというと、ボディがね、ボディの水押しはかなり弱く。で、ラバーの水押しが強いんで、どっちかというと、ボディじゃなくて、ラバーでバスを誘うタイプ。だどっちかというと、旧小池よりかなと。僕の大好きな小池よりの、まあ、ワームバージョンで、まあ、小池にはできなかった、このオフセットフックのセットがね、できると。いうメリットもあります。はい、じゃあね、まず、これ、オフセットフックセッティングします。まあ、どっちが前でもいいんですけど、まあ、僕はいつもこのリブが細かい方ですね。リブは、こう、細かいリブがある方を頭にしてセットします。で、これね、フックは今これ、ライトニングストライクの4番です。4番から2番まで使用可能です。まあ、使用可能というか、まあ、2番超えたらちょっと大きいですね。1番とかになってきたらセットできないです。で、4番より以下もできますけど、フッキングね、問題多分出てくるんで、まあ、4番から2番がいいと思います。で、結構ね、これ4番やと割とね、水平気味に落ちます。ただ、まあ、水平別にね、そんなこだわらんでも釣れます。正直別に水平じゃなくても全然釣れるんで、後ろ向きに落ちたり縦に沈んだりしても全然大丈夫です。マス針つけてちょっと大きいマス針で、まあ、こういう姿勢でね、45度とか、まあ、ほんまに直下でもいいですね。沈んでも大丈夫です。っていうのは、まあ、このままね、基本的にこうやってラバーがいっぱいついてるんで、どっから沈んでもしっかりラバーが、どの角度でも動くんで、小池とかもそうですよね。サイコロとかもそうですよね。沈む角度とか別にこの角度で沈んでほしいなとかないじゃないですか。全然、どの角度でもいいです。そこあんまり、そんなに気にせんでもね、全然大丈夫です。で、これね、ほんまに季節が進むと、この、なんていうのかな、ボディの面で水を押すよりも、ラバーで水を押す方がバスが好むのと、あと、コバスね、特にコバスなんですけど、サイコロラバー、ちょっと嫌うんですよ。で、旧小池も、なんか、コバスそんなに、ちょっとなんか嫌がる傾向があることが多くて、多分ね、その小さいけど水押しがすごい強いものっていうのは若干コバスは嫌うんかなと。で、このジャクワームはサイコロよりも水押しが弱く、で、旧小池よりももちろん水押し弱いんですよ。だから3つ比べるとすると一番最弱なんですよね。で、最弱やからちょっとそのバスに気づいてもらうっていう点では2つよりも劣るんですけど、ブラインドで使う時とかは若干2つよりも多分気づいてもらう力っていうのは落ちてしまうんですけど、ただそのサイドで使うときに感じるのは、まあ、コバスもね、すごい躊躇なく食ってくれる。僕、まあ、コバス動画にあんましてないときもありますけど、まあ、僕自身コバス大好きなんですよ。コバスがいっぱい釣れるフィールドがあったらもうすぐ行きたいぐらいっていうぐらい、まあ、コバスが割と好きで、コバスも釣りたいんですよ、見えたら。っていうので、まあ、コバスもすごい食ってくれる、この水押し。まあ、なんかこうあるんやろなと、こうなんかそのバスにとってね、小さいけど水押しが強いもん嫌うとか、そういう、まあ、時期によったり、サイズ、バスのサイズによったりね、いろいろあるんですけど、まあ、その中で、ほんまに、まあ、自作やから、あんま褒めたぎったりしたくないんですけど、マジで、めっちゃ釣れます。もう、なんせ、もう、めっちゃ釣れます。はい。で、最近ちょっと動画で使ってなかったのは、まあ、旧小池発売しました。旧小池発売して、昔から僕、小池愛がすごくすぎて、
小池大好きなんで、小池ばっか使ってたのと、で、去年はサイコロめっちゃ使ってたんですけど、あれは、サイコロと旧小池の違いとかを動画で説明するときに、サイコロラバーは今までそこまで使い込んではなかったので、で、僕は勝手に、もう、まあ、ちょっと使ったんですけど、まあ、旧小池の方が正直、サイコロと比べてね、旧小池の方が絶対にいいと思ってたんで、旧小池をメインで使ってました。でも、やっぱ動画とかでね、よく聞かれるようになってきたんですよ。サイコロがすごい有名になってきて、サイコロと旧小池の使い分けとかどうしてますかとか、っていうのに答えるために、去年は1年間サイコロを使い込みました。だから去年はサイコロばっかり使ってましたっていう感じです。だからサイコロめっちゃええやん、めっちゃ釣れるやん、小池より釣れるやん、だからサイコロ使おうじゃなくて、サイコロと小池を語る上で、サイコロのことをよく知らないとダメなんで、まあ知らんうちにね、その知ったかぶりとかはしたくないんで、サイコロを使い込んで、サイコロを理解するまで使い込んでみようということで、去年は1年間サイコロ使いましたっていう感じです。はい。で、まあその違いもね、結構分かったんで、また今後ね、この、動画ではなくて今後この自作ワームとサイコロラバーとか、まあ小池とかの違いも、まあ語っていくと思うんですけど、まあ今回はね、まあざっくり、こう販売したっていうね、販売しますというね、この、まあ宣伝動画なんで、そこまで深くは語らんときます。っていう感じで、自作ワームね、発売することになったんで。で、これね、ちょっとネットショップ限定かな、今のところ。ネットショップ限定なんで、ネットショップのその概要欄、URL 貼っておきます。はい、だからもし気になった方、ちょっと使ってみたいなっていう方は、ちょっとそちらからね、ご確認してもらったらいいかなと思います。で、今後もしかしたら釣り具店様ね、普通の釣り具店様に置いてもらうことになるかもしれないですけど、その時はその時でまたね、動画で告知したいなと思いますんで、今とりあえずね、オンラインショップでの販売かなという感じです。で、多分、もうね、買えるんちゃうかな。多分もう買えると思うんで、概要欄貼っておきます。まあ、これからの季節ね、特によく釣れるんで、ぜひ使ってもらえたらなと思います。はい、じゃあね、ちょっとこのオフセットフック、4番セットした自作ワームを沈めてみます。で、これね、こうやったらね、そう、これもね、偶然の産物っていうのかな、たまたま生まれたんですけど、これ無音着水で投げると、表面張力でめっちゃ浮くんですよ。最初ピンボケてるピンボケてるな、めちゃくちゃピンボケ、ほら浮いてる、ほら浮くんすよ。でこれね、今これ足元やからそーっと浮いてずっと浮いてるんですけど、これキャストするとね2秒ぐらい浮きます。でそっから沈みます。普通に足元でポトッと落とす分には、まあ、ずっと浮いてるんですよ。でもこれは近くなんで浮いてるだけ。これは遠くなるとずっと浮かないです。普通にピュッて投げたら沈んでいきます。で、2秒ぐらい浮いてね、沈んだりします。これは、まあ、着水音を抑えて投げた時ですね、に起こります。常に起こるわけではないです。ただ、それは結構バスにね、興味示してもらえることを判明して、お、すごいなと。もうこれはたまたまですね。狙ったわけではないです、全く。はい。で、まあ、これ、沈めますね。わかるかな？遠いな、ちょっとな。もっと近くで。わかるかな、これラバーがめっちゃピリピリなってんの。まあアクションはこんな感じです。ラバーがとにかく強い。市販のラバーよりも太いことによってラバーのアクションがすごい強くて、まあワッキーの集合体ですね。マイクロワームのワッキーの集合体みたいな感じのアクションです。まあそんな感じでね、まあ自作ワーム発売することになりましたという動画です。はい。まあ今後、これのね、動画とかいっぱい出てくると思うんで、またそちらでね、ちょっと欲しいなと思ったら買ってみてください。はい。っていう感じで終わりたいなと思います。っていう感じで、ちょっとね、実地動画も貼り付けておきます。
おー、マジで。えぐい食い方やん。久々の自作ワーム。でかい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 。でっか。ゆっくり丸飲みやな。すげえ、すごい食い方やったな。いやー、バスチラッと見えてね、流れの中に顔差しとったんで、食うんかな思って、流れの上流からピッて流したら2匹おってね、2匹取り合いでしたね。サイズね、これまあまあでかいし、なんか危険やけど、4鉢とかそれぐらいかな。多分50はないと思うんで、測らないですけど、かなりでかいです。ありがとう。いい魚やな。なんか目ちょっと飛び出してて、かっこいいな。ありがとう。さっきね、2匹バスおったんですけど、どうやら、もうおらんかな。見えてないけど、流していくか。すごい場所におったな、今思ったら。やる気まんまやったよな。こんなとこにおったもんな、流れの中に。もう、こばせた。何かな、おだ。ツンってきたけど、あ、バイバイ。ありがとう。ツンってきたけど、乗れへんかった、思ったら、こばせた。はい、自作ワームで。わっす、ありがとう。危ない危ない、とんでもだ。あんま飛べへんねんけどな。なんで取れたんやろ。これね、ラバーにかけてるんで、あんまちぎれないんですよ。ラバーが、ワームのストッパー代わりになってくれて、ラバーがちぎれるとか以外、あんまりね、針からワームが外れることないんで、針持ちめっちゃいいんですけど。でかっ、バレた。マジでバレのもだ。めっちゃでかいの食ったやん。なんでバレんねん。